3番目のチームは常盤大学総合政策学部の篠田裕也さん、岩間裕太郎さん、片野正弘さん、川又雄生さん、小泉蓮さんのチームです。それではお願いします。常盤大学総合政策学部経営学科3年の篠田、岩間、片野、川又、小泉です。全クラスに専門家の講義を届けるフェスクによる金融教育のバーチャーの提案について発表いたします。よろしくお願いします。内容はこの通りです。まずはじめに金融教育の現状についてです。日本では金融教育がこれまで十分に行われてこなかったと言われています。実際に金融教育について金融広報中央委員会が2022年2月25日から3月14日の期間、インターネットモニター調査で全国の18歳から79歳までの3万人へアンケート調査を行いました。まず今までに金融教育を受ける機会がなかったという認識があったというアンケート結果からは、 75.7% の人が金融教育を受ける機会がなかったと認識しています。2つ目の金融教育を求める声についてのアンケート結果からは、 71.8% の人が金融教育を行うべきと考えているといったアンケート結果が出ました。このことから金融教育に対するニーズは高いと言えます。3つ目の資産運用をやっていない理由についてのアンケート結果からは、第2位に知識がないから、さらに第3位以下も自分には向いていないと思うから、何から始めればいいのかわからない、何に対して投資をすればいいのか迷っているというように、知識がないことが影響している項目が多くなっています。最後の金融知識に自信がある人の日米比較からは、金融知識に自信がある人の割合がアメリカに比べて日本は圧倒的に低いことがわかります。これらのことから、日本では金融教育を受ける機会が少なく、それによって資産運用を行いづらい、金融知識に自信がないなどの問題があり、金融教育を求める声が高まっている現状が分かりました。次に家庭科での金融教育の開始についてです。今年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことを背景に、高校の家庭科で金融教育が必修になりました。学習指導要領からは、預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品のメリット、デメリット、資産形成の視点にも触れるよう指示されています。このように今後は高校で金融商品や資産形成に関する知識が教育されることになります。これは大きな前進であると言えます。次に家庭科における金融教育の課題、懸念についてです。私たちは予想される課題、懸念として、1、家庭科の教諭は必ずしも十分な知識を持って生徒に指導できないのではないか。2、教えにくい分野と教えやすい分野に差があるのではないだろうか。3、外部の専門家に講師を依頼する場合、難しい内容となって生徒が理解できないのではないか。4、教科書の知識だけでは座学中心で実際にはあまり役に立たないのではないか、という4つの予想が立てられると考えました。こちらは高校教員が資産形成を教える自信の有無のデータです。高校教員全体ではあると答えたのが 8.4% なのに対し、家庭科教員であると答えたのは 0% でした。このことから確実な自信を持って生徒に資産形成を教えられる家庭科教員はいないと言えるのではないでしょうか。続きまして、高校へのヒアリング調査についてです。私たちは先ほどの4つの課題、懸念をもとに、茨城県内私立 A 高校の家庭科教諭と茨城県内県立 B 高校の家庭科教諭の2名にヒアリング調査を行いました。調査内容は記載の通りです。調査方法は反構造化面接法で行いました。各項目の主な回答です。はじめに金融教育の授業時間数についての回答です。 A 高校は6時間、B 高校は8時間で、
両校ともライフプランを作成させる時間を取り入れていることが分かりました。次に金融教育の内容についての回答です。両校とも資産形成や金融商品に関する内容は教諭自身では教えず外部講師に依頼するつもりであり、生徒は金融教育に関心を持っていると感じていることが分かりました。次に実施している金融教育の教え方についての回答です。両校とも教科書の該当範囲の概要の理解を最も重視し、次に実際の数値の理解を重視していること、生徒自身によるライフプラン作成、生徒同士の意見交換、映像資料の活用を行い、外部講師も活用していることが分かりました。次に実施している金融教育の教え方の課題についての回答です。両校とも資産形成に関する知識に対して教諭自身が不十分に感じていること、外部講師を招いた授業では全クラス対象とした一斉授業となるので一方通行となることや、机がない教室で生徒は聞くだけになることが課題であると認識していることが分かりました。最後に望ましいと思う家庭科での金融教育の教え方についての回答です。両校とも質問用紙に記載したほぼ全てを取り入れることが望ましいと考えており、それらを実際の授業で活用する計画だということが分かりました。次にヒアリング調査の結果です。以上のヒアリング結果から当初想定した ① から ④ の課題・懸念については次のようなことが明らかとなりました。1の家庭科の教諭は必ずしも十分な知識を持って生徒に指導できないのではないかという懸念に対しては、特に資産形成や金融商品に関する知識について実際に教諭自身が不安を感じていることが分かりました。2の教えにくい分野と教えやすい分野に差があるのではないだろうかという懸念には、資産形成や金融商品に関する内容は教えにくいため私立 A 高校は外部講師に授業を依頼しており、また県立 B 高校は依頼する予定とのことです。次の外部の専門家に講師を依頼する場合、難しい内容となって生徒が理解できないのではないかという懸念に対しては、内容の難しさへの懸念はあまりないが、現時点での開催の仕方だと外部講師は全クラス合同の授業となるため一方通行で受け身の授業になってしまうという課題があることが分かりました。これは外部講師の授業が高い学習効果につながらないことを意味しています。4の教科書の知識だけでは座学中心で実際にはあまり役に立たないのではないかという懸念には、生徒自身のライフプラン作成や生徒同士の意見交換、映像資料の活用などさまざまな工夫が行われていることが分かりました。そのため教諭が教える授業では生徒も興味を持ちやすく、生徒の将来にも活かせると考えられます。そして私たちはこの3番目の外部講師は全クラス合同の授業となるため一方通行で受け身の授業になってしまい学習効果が高くないという結果は重大な問題と考えます。なぜなら金融の専門家を招いて行う授業が効果の高い形で行われなければ、金融教育必修化の意義がかなり小さくなってしまうと懸念するためです。そうだとすると、金融教育を担当する現場の家庭科教諭にとってのリアルな課題とは何でしょうか。それは外部の専門家が教える資産形成や金融商品に関する授業をどうやって全クラス一斉ではない形で行えばよいか、もっと踏み込んで言えばその外部の専門家をどのように選び依頼すればよいか、これこそが金融教育を担当する現場の家庭科教諭が抱えるリアルな悩みなのだということが浮かび上がってきました。ここでこの課題を解決するために私たちが提案するアイデアです。それは非営利法人の組織金融教育支援センターフェスクの設立です。フェスクとはファイナンシャルエデュケーションサポートセンターの略であり、金融教育バーチャーを活用して外部の専門家に金融教育の講義を手配する組織です。フェスクによる金融教育バーチャー制度の仕組みを紹介します。 ① フェスクが都道府県内のすべての高校の金融教育を担当する
家庭科教諭に全クラス分の金融教育バウチャーと講義テーマ例一覧を送付します。丸2、家庭科教諭は金融教育バウチャーを使い、担当クラス別に依頼したい講義テーマと希望日時をフェスクに申請します。丸3、フェスクは県内の金融機関に連絡して申請テーマ、日時に合う講師をマッチングさせます。丸4、フェスクはマッチングした金融機関と講師名を申請した家庭科教諭に連絡します。丸5、金融機関は当日高校の家庭科で金融教育の講義を行う講師を無料で申請した高校に派遣します。丸6、講義が終わりましたらその成果を高校がフェスクに報告します。丸7、フェスクは金融機関別の派遣回数など1年間の実績ランキングを毎年公表します。丸8、フェスクは各都道府県内の元高校教諭及び元金融機関職員が運営します。全体の流れを一つにまとめるとこのようになります。なお、フェスクは各都道府県に設立することを想定しています。次にフェスクによるメリットを紹介します。フェスクによる金融教育バウチャーを活用した高校の家庭科での金融教育を行うメリットを生徒、高校教諭、金融機関、退職者の視点から説明します。生徒のメリットは一方通行ではない参加型の授業でクイズや意見交換などを実施することができ、金融経済により関心が高まります。また金融の専門家と近い距離で直接的なやり取りができます。教諭側のメリットは依頼テーマを自分で考案する時間、金融機関を調査・対する手間が不要になります。教諭が授業に加われるためきめ細かい授業を実施できます。金融機関のメリットは多くの高校生に認知してもらう機会となります。また社会貢献意識の高い金融機関としての評判が高まります。退職者のメリットは高校教諭及び金融機関職員が退職後にフェスクの運営をすることで自分の知識や経験を生かした社会貢献ができます。これだからフェスクは高校生の金融リテラシーの向上だけではなく、すべての関係者にメリットをもたらします。次にフェスクの実現性です。私たちは茨城県の高校を対象に実現可能性を検討しました。まず茨城県内すべての高校の1学年の総クラス数を計算しました。令和3年度の茨城県内の高校の1学年の人数は 23,394 人、1クラスの人数を40人とすると茨城県内すべての高校の1学年の総クラス数は 584.3 クラスあることになります。次に総クラス数を金融機関の何名の講師が担当することになるか計算しました。茨城県の高校に講師派遣を行っているまたは講師派遣できる可能性のある金融機関は私たちの調べでは少なくとも16社あり、16社それぞれに講師を担当できる職員が平均して2名いるとすると総講師数は32名となります。32名が 584.3 クラスを担当する場合、講師1人当たり 18.3 クラスとなり、これは1月当たり 1.52 クラス、つまり平均して月に1から2回の頻度で授業を行う計算になります。以上のことから講師を担当する職員2名がそれぞれ月に1から2回の授業というペースであれば、所属している金融機関にも大きな負担とならず実現可能性が高いと考えられます。最後に結論です。本提案が実現すればすべての高校の生徒に外部の専門家による資産形成や金融商品に関する授業を生徒と講師が直接やり取りしながら学びを深められる双方向型で家庭科教諭の負担なく実施できるのです。以上より本提案フェスクの設立によって日本人の金融リテラシーは今後飛躍的に向上することが期待できます。これで私たちの発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。